はい、今回僕が紹介するのはプロジェクト9というバックパックです。旅好きとか写真好きにはね、すごい刺さる商品になるかなと思うので、ぜひ最後まで見ていてください。このプロジェクト9というバックパックは、ソウルの森の中にあるアトリエ街で生まれたギグルというメーカーさんのバッグなんですね。まあ、テーマとしては今まであったようでなかった、そういうバッグを作るメーカーさんです。商品は PN9、PN7、PN5 とラインナップされていて、それぞれをこう組み合わせることでね、いろんな形のバックパックとして使うことができるんですよね。こちらが PN9、 とてもスタイリッシュかつ多機能なバックパックです。普段使いの時は25リットルサイズ、荷物を増やして少し遠出の時は35リットルサイズにまで拡張できて、15インチのノートパソコンも楽々収納可能です。手提げバッグスタイルに変更も可能です。こちらが着用イメージです。いやー、このね、機能性を重視したなって感じのスタイリッシュなデザイン、最高ですよね。なんかこう街にもアウトドアにも合いそうなデザインでいいですね。ビジネスシーンでは肩掛けで、さらにこの多機能性、いやー充実してますね。はい、中に詰めたらこんな感じです。もう衣類からカメラからいろんなもの持ち運べると思います。付属のストラップで三脚を固定することも可能です。これはカメラ好きにとってはありがたいですね。こちらが PN7。 PN7 はクロスバイクや自転車バッグにまで7種類に変身。とっても軽くて機能性に富んでて日常使いにフィットしてくれます。こちらが7通りの使い方です。こんなにいろんな使い方ができるってすごいですよね。肩掛けの着用例はこんな感じ。体にフィットする感じです。このサイズならノートパソコンも楽々入りますね。青い線を見てください。これ実はファスナーの開口部なので、すごく取り出しが便利ですよね。次は PN7 を2つ折りにして使ってみます。内容量はそのままに、サイズは半分になりましたね。さっきよりサイズが小さくなった分、なんかこう気軽に持ち出せる感じになりました。ちょっと前掛けにして前掛けスタイルで使うってのもいいかもしれません。続いては PN7 をリュックスタイルにして使ってみたいと思います。さあ、早速リュックスタイルでの着用例を見ていきましょう。こんな感じです。いやー、サイズ感もね、非常にいいですよね。なんか PN9 が小さくなったみたいな感じがしますね。続いては PN5 です。こちら面白い形してますけれども、カメラバッグなんですよね、これ、小型のミラーレスとレンズ2本ぐらいなら全然収納できるかなっていう感じで、まあ、バックパックと一緒に合わせて持つっていう意味ではサイズ感的にもすごくちょうどいいなと思いました。今後もう少し大きいカメラも入るように、少し大きめのサイズにして生産も始めるようです。さあ、着用例はこんな感じ。いやー、全然カメラバッグっぽくないんで、すごくスタイリッシュでおしゃれな感じで持ち歩けるなと思いました。さあ、それでは全部のカバンを連結してみましょう。こんな感じでね、連結用のバックルがついてます。こちら PN9、 PN9 もこういう風に連結用のバックルがついてますね。で、それらをカチャッとはめ合わせます。 PN7 も同じ要領でつないでいきます。じゃーん、こんな感じです。いやー、これね、3つ合わせるとかなりの容量です。3つバラバラで使えるってのは日常でもすごく重宝するんだけど、旅先でもそうです。例えばホテルに到着して荷物をポンと置きますよね。少しこうくつろいだ後に、いざ街に出ようってなった時、こうやってね、カメラバッグだけ外して肩紐を装着します。するとたちまちコンパクトなカメラバッグに早変わり。これだけ持って外に出てですね、観光地でこう写真を撮るというね、そういうことも楽しめるわけですね。いやー、使い勝手いいですよ、このあたり。すべて合わせるとこんなにたくさんのパターンで使うことができます。なんかこう自分のライフスタイルとかさ、その時の目的に合わせて使い方変えれるから、すごくいいですよね。面白いコンセプトだと思います。サンスタ。はい、ということで皆さん、いかがでしたでしょうか。
沖縄の夏はね、まだまだこれから続きますので、このバックパックにいろいろ衣類入れてね、でカメラも中に入れて離島を旅してね、そういう動画も配信していこうと思います。気になった方はね、概要欄にリンク貼っておりますので、そちらからぜひチェックをよろしくお願いします。ということで、また次回もお楽しみに。 See you!